はいということで岸本貝でございますはい、はい、お願いします、えー、じゃあ企画いきましょう、はい、教えて都市デニス,デニスはい、はい、ということで都市ボーイズが話したいこと話すコーナーでございますけれどもしっとり言いましたね今日はねあのー、そういう気分だったんで <laughs> <laughs> 甘い酒飲む時に言う時には <laughs> そ,うそう。今日はこういう気分なんでまあそういう感じの日もあるよっていうねあそうね あんまりねやっぱり同じ感じで言ってるのもちょっと飽きちゃうと思うで今日は甘めでやらせていただきます、うん、いいじゃんえー、今日のですねお話はですね、はい、まあ今この状況になってですね、うん、とっても忙しくなったお仕事があるんですけど、うん、こういう状況というのはコロナ禍ということですかねまあそうですねうう何でしょうものすっごい大変だそうでうん、えー、分かった 医療関係だろああ医療関係ね医療関係は逆にちょっと今落ち着いたんじゃないですか今ってもうほんと今ってことああそっかそっかじゃあハローワークでしょまあハローワークも大変だろうけどなんかそういう感じじゃないんだよなもともとやってた仕事の人がってことねっていうかもうねずっと右肩上がりで忙しくなり続けてる仕事だったんだけどこれに タイミングが相まっちゃってもうてんてんやわイんやの<ー>てんぺこまいの仕事があるんですよなんだろうあでもこの間聞いたのは、うん、コンビニがむちゃくちゃ忙しくなったって言ってたあコンビニも忙しくなったねって聞いた、うん、コンビニの店長に聞きました多分ねその日じゃないと思うえっもっと、うん、分かんないじゃん何ですか配達員 <laughs> そうか もう、ね、シャレにならんぐらい忙しいそうで、うん、僕の友達もあの就職してる人もいますし,し、ね、何かいるんですけどまあどこも大変だということなんですけども、うんえー、まあこれになる前から実は相当、はい、え忙しくなっていたんですよ。うん、っていうのも,もあの理由はすごいシンプルで、うん、通販がものすごい。 売れるようになってきてるから、うんね、っていうことなんですよ。ネット通販にみんなは慣れてきたんですよね。そう、で、まあ、実際問題、僕めちゃくちゃ買うようになってきましたから。うん、何を買うんですか、通販で。通販、うん、通販、まあ、目についたもの買っちゃうね、もう。金持ちやん。<laughs> <laughs> えそんななっちゃったいや、もう、もう。目についた、え、欲しいもんじゃないの。目についたもんを買うの。あ、かれてるテレビでなんかやってたら、あ、これ、ポチって。うわすごい、えそんな触ったって俺だって。十人。それはちょっと言い過ぎましたけど。でも、欲しいなと思ったものを買うってね。てかね、あの、だから、本当に日用品なのよ。うん。なんていうのかな。例えば、じゃあ、 ねえ、オロナインがなくなったとするじゃない。オロナインね。うん。あの、うん、塗り薬とかなくなったなって思ったら、うんね、昔なら薬局行ってたんですけど、うん、行くでしょうもうあの、薬局行くのもめんどくさくて、えー。ひどいね。<laughs> やっぱアマゾンとかで、ね、<laughs> まとめて買っちゃうのよ。うん。あの、だから何個かい必要なものが溜まるじゃん。うんはい、例えばシャンプーないとか、うんえー、なんだろうな。 洗剤がないとかっていうのがいくつか繋がったらもうアマゾンでまとめて買うっていうのがもう俺は結構当たり前になってきちゃってて。でも別にさ、山奥に住んでるわけじゃないし、うん、ね東京と住んでるわけだから。あの歩いて10分ぐらいで大体のものありますよ、すよね、薬局。なり近いじゃん、いいのもの。結構いスーパーもありますけど。うん それでも、探すすのがめんどくさいんですよえっ、店の中からあの、薬局行って、これがないっていう時があるんですよ。うんうん、あの、欲しかったものがね、うん、この種類があるじゃん。例えば、洗剤でもこれっていうのがあったりするから、かかで、ないってなると、うん、もうイラっとくるんですよ。へー。うわぁ、めんどくさ、もう一個、もう一軒行くってなるのが嫌だから、確実にあるアマゾンがいいってなるでまで、あ、確実にあるもんね、そ<う>確かに、ね。確実にあるっていうのが、実は。うん 重要ななんんだって最近気づいたでしかもあれですもんね別の店舗やったらさ普通に買いに行くんやったらポイント別のから出さなあかんけどアマだったらアマゾンのポイントたまるじゃないそうたまる全部ねそこにまとまるそれもいいって言うよねそうだからねあのあと意外と普通に安かったりするんですよアマゾンの方が安い時もたまにあるしでもそれって宅配料みたいいななのかから無料っすよ僕はアマゾンプライム会員なんで。 プライム会員だとだ、うん、無料っすねもの、えーね、にもよるらしいけど基本俺は無料かなすごいわなんであのー、そうそうもうヘビーユーザーなんですけど、うん、でまあそういう方が増えてるっていうことで、うん、配達員がとにかく忙しいとでも、あのー、日本だとヤマト運輸がねはい、はい、やってたんですけど、まあ、かなりの <laughs>、あのー、量を毎日運ぶっていうことでストレスも大変だったそうなんです、うん、あそうでしょうね でですね実はもうそれの状況日本より前にアメリカがもうなってるんですよ、うん、でそのアマゾンとか、うん、その配達員にまつわる事件みたいなのが結構頻発していって、うん、どういうことでそれいうちょっとですね配達とかにまつわる事件をちょっと紹介したいなと思っておりました、はい、怖いなもしかしたらこういうことが日本でも起こるんじゃないかっていう可能性があるんで。うん えー、ちょっと紹介します,、はい、しま,すまず1個目がですね、えー、まああのイギリスなんですけれども、うんえー、ドライバーの労働時間が法律上1日当たり11時間を超えられませんが、うん、イギリスね、うん、Amazon と専属的な契約を結んでいるドライバーはその多くが1日12時間労働になっているの、えー アマゾンの配達業者はさらに働けるよっていうシステムがもう作られてたりするんですよ。うん、いいの <laughs> <れ> <laughs> すごいでしょ。<俺>でも過酷な労働時間をさらに伸ばすっていうことが許されてるらしくて。うん、よくわかんないんだけど。うん。 アマゾンだけいいの,の専属契約を結んでるドライバーはいいらしくて<ー> 1> で1日平均200個の荷物を配達せねばならないので、うん、どういう問題が出てくるか <laughs>、うん、トイレに行く暇がないんですそうかでこのトイレ問題どうするかっていう話なんですけども、うん、ドライバーによっても,もちろん違うんですけど、うん、例えば。 荷物を届けた先の家でトイレを借りる人が出てきたりとかしてるとちょっと日本ではありえないレベルじゃないですかまず入れないでしょ、うん、多分言われても、うん、はってなると思うんですけど公衆トイレなないからなあっち、うん、これでも全然まだましな方で、うん、マナーの悪いドライバーになってくると、うん、立ち小便するっていうことはまああるわけですよ、ね。でもしょうががなないんかか、ねまあ、まあそれを見てる住人とかが、うん ちょっとその苦情を言ったりとかするんですけども、うん、どじゃあどうすりゃいいんだよってことになって、うんえー、やり始めたのが車に乗ったままボトルの中に用を足す人が出てきたとそうなりますよね <laughs> そうなりますよねってさ、うん、そうなりますよねトイレ行く暇もないってそんなきついのって思うよね, <laughs> うねでもあの小便はでもそれでできるからいいじゃないですか、うん、でもか人間って小便だけじゃないでしょ、うん 2017年のアメリカのカリフォルニア州で、うんえー、アマゾンの専属ドライバーが荷物を届けた直後、うん、家のど真ん中で車のドアを開けてそれに身を隠して車道脇に脱粉するという神事が発生しました <laughs> しかもそのドライバーはなんと女性と、えー、つまりもう女性だろうが男性だろうがもう時間がとにかくないとそっかで それを見て住民から苦情を受けてアマゾンはそのドライバーとの契約を解除したといやじゃあどうしたらよかったんってなるよなそうなんですよもうお前らのせいで、うん、<laughs> こっちは一生懸命やってんだろうってなるけどでもあの道路でするのは違うでしょう、うん、っていうことでしょうけどね、うんまあ、そうなんだけども <laughs> 我慢しきれん時あるからねでもさこれ女性がこの状況になるって相当なり方じゃないですか、うん、<laughs> だからもう追い込まれてたんでしょもう,もう本当に多分、うん た多分これやるためには、うん、ここでするしかない思い一るしかないって思ったんだろうねだから宅配先の家の前でやるか、うん、もうパンツの上にするしかどっちかやってなってそこを選んだんでしょ <laughs> っていうことなんじゃないかなって思いましたけどね、うんうん、結構やばい状況になってるなっていうことなんですよ、ね。アマゾンが悪いやろ <laughs> ね、うん、思いますよね。で うういちょっとね、うん、Amazon 関連みたいなので結構海外はねいろんなことが起こっちゃってて例えばだけど2017年にクリスマスアメリカでこう子どもたちに宅配されるクリスマスプレゼントをこうみんな楽しみにしてるわけですよ,んんよで無事プレゼントは届けられたんですが配達人がもう一つ余計なことをしてしまったと。うん何 それがあの玄関に向かっっておしっこしたと<え>でこれ似たような事件が日本でももう、うん、あの発生していてどういうことかっていうと要は在宅してますみたいな感じになってるのに出なかったりとか、うん、あと再配達の電話してんのに出ないとか、うんうん、でもストレスめちゃくちゃたまるらしいんですよ。でしょうね。 ななんていうかすさんでいくらしくて心がねでもこいついつもいるくせに出ねえなみたいなことで玄関にしょんべんしたとかってことがあったらそうなんすよあのさ横の住んでる人がさちょうどそれなのよちょうどそれちょうど出ないの生活音聞こえてんのよなんですけど横ですいませんまるさんまる電気ですってドントントントンってけどもうイルス使うのよなぜかで 再配達させるのよ。ええ、なんで。わかんない。いるのよ。うん。頼んで。だから、トントンしてる人も分かってるよね。だから。いるって。いるってのね。気配とかで。だから。もうトントンがどんどん大きくなっていくんですよ。いるの分かってるから。うん。多分ね、あれグーでやってんじゃないかな、今。でも、イラついてる。イラついてる。それ、マジで、おしっこ。五秒前ですよ。うん。まあ、まあ、マジで、ションする。そう、そう。五秒前。 や本当に多分マジでそれやめた方がいいわんていうか出ないのよ1回目で下手なこと起こるとそういう人がいるじゃんそういう人が続くじゃんそうすると最後の人とかがとばっちり受ける可能性があるのよそうかイライラがたまってねこいつの方がふざけんなってうので1回しかそのたまたまいなかったっていうやつがそういう目にあったりとかする可能性があるっていうああ なかなか恐ろしいよね、うん、でちょっとね違うタイプの恐ろしさで言うとね、うんえー、スコットランドであった話なんですけど、うんえー、キャロラン・リンゼイさんっていう人がですね、うん、スコットランドに住んでいまして、うん、で帰宅した時にアマゾンで注文したはずのコーヒーポットがいつの間にかソファーの上に置かれているのを発見したと。はい しかし家にはキャロランが帰宅するまで誰もおらず、うん、配達人によって勝手に届けられたものだと知ることに、うん、この時キャロランはリビングに置かれた宅配メモを見つめながら震えたという怖い、ねえー、キャロランはこの不法侵入をアマゾンに問い詰めたところ、うん、問題のドライバーはもう配達を担当していないとの回答で。 けは事件当時正面玄関と裏口は鍵がかかっていたため、うん、配達人は中庭から家に侵入し家の中を歩いてリビングにあるソファーに小包を置いたと予想されている、はい、しかし、えー、配達人はどれくらいの時間家の中を徘徊していたかは明らかになっていないということなんですよ、うん、つまり、えー、配達人があの置けないからって言ってうん、うん、自宅の中に 入っっっててきちゃったっていうパターン再配達したくないし。っていうパターンなんですよ。いうん、怖いのがさやめたらもうダメなアマゾンは関係ないのっていうかねこれそ,そうなんですよアマゾンって結構すごいあの対応してていやそうよねこれもう似たようなやつがあってフロリダ州で帰宅したところに自宅のドアが開いてるところに気づいて。うんうん でえー、知り合いが家にいるのかと思っていたけども寝室に知らない人物を発見と、うん、そしてその人物がアマゾンの配達人であることを察したと <laughs> <何>でその光景に凍りついていたところ、うん、配達人は荷物を置いては足早に出ていったというと疲れたから寝ちゃったんってことで,で<も>彼が監視カメラを確認したところ、うん、配達人は数分間も家に滞在していたことが判明でここからアマゾンにこの事実について問い合わせたところ <laughs>、うん そのようなことはもう二度と怒らないといった回答しか得られなかった違違う違うん違でう <laughs> るの？って言って、うん、で、えー、しかも翌日、うん、もう別の配達人が同じように家の中を徘徊して結局アマゾンはその謝罪するんですけども、うん、それだけという、えー、だからもうアマゾン使ってた方はもうこれ使いたくないって言ってるそうなんですけど。 すげえことになってんだっていういや恐ろしいね <laughs> だからあの一番恐ろしいのは、うん、あなたが言ったとおり対応なんですよね、うん、あの配達員のことだから知らねえっていう感じなんですよ基本ベースねすごいよねこれ俺に関係ねえ <laughs> もうまあそっちでやってたことなんでね、うん、もう二度とないのは言っときますよ、うん、みたいな子供もももしてますから 成人しそうすごいよねで分かんないなもうこれもう別にアマゾンをね悪く言いたいわけじゃないんですけど結構いっぱいあって倉庫スタッフの話もあるんですよピックアップするアマことねって大量にものがある倉庫があるんですけどそれをピックアップするスタッフがいたりするんです知り合いがやってたわそれ。 そ,うでそれもね、うん、労働環境がめちゃくちゃ過酷なことで有名なんですけどもそれこそトイレに行く時間も制限されているので <laughs> なるべくトイレに行かなくて済むように、うん、水分を取らないようにするスタッフが多いと。だってトイレはあるじゃんこれに関して<笑><笑>これに関してあるけど<ー>制限されてるいる、えー、でイギリスのアマゾン倉庫スタッフ100人を対象に行われたアンケートによれば。うん 半数以上がうつ病の症状に苦しんだ経験があると、えー、そして8人は自殺を考えたことがあるそうですう<わ>で、ね、すごい、ね、すご倉庫のスタッフよいじめられっ子の話してるこれすごいよね倉庫だからね <laughs> あくまですごいね。で2018年そんなアマゾン倉庫でついに半期を翻した若者がある、うん、きたきたこれこれ革命ねえイングランドのスタッフ、うん スタッフ,フォード社っていう場所で、うん、アマゾン倉庫で働くアドーリス・アリという22歳の従業員が倉庫に火を放ったんです<ー>幸い死者などは出なかったんですけどもアリは、えー、裁判で懲役4年が確定したと、うん、以前その倉庫でマネージャーを務めていた男性の話によれば倉庫スタッフの体調が危険な状態になることが多く、うん、平均で週3回は救急車が来ていたと。 <laughs> どんな <laughs> どんな仕事場だよすごいね。平均で週3回救急車来る仕事場ってある他かに。<laughs> 信じられなくてもね。すごいねでまあ走行の仕事が過酷っていうことはもう広く知れ渡っちゃってて、うんうん、スタッフの募集かけても来ないんですよ。うん、でそれが原因でさらに現役スタッフがどんどん過酷な状況になっていくっていう悪い状況が続いていった結果。<laughs> やそってなったっていう話みたいですね知り合いが勤めててやっぱ人間みたいな扱われない人た日本でもすごい暴言吐かれるし名前も覚えてもらえないって言ってた「お前貴様」「おれみたいな機械とね同じような扱いなんですよねすぐやめたもんその人もすごい力仕事だしそうだまあまあまあ放火はねもちろんよくないですけどで まあ逆にこれで済んでよかったなと思うちょっと思う部分もある、ねうん、ほんまにその上司やられてもおかしくない状況がよおかしい、ね、これだってし死者出なかったけど、うん、出てもおかしくないレベルのやつですよ、ねね、人が働いててね <laughs> すごいですよ。うん、でこれもね超怖いやつなんですけどロンドンに住む元警察官のマイ,マイケル・ジェイ・コブソンっていう男性が。 2017年にアマゾンからの配達に関してカスタマーサービスに苦情を言ったと、うんはい、でその数日後彼がメールをチェックしているとアマゾンからおすすめの本が、うんえー、紹介されたメールに届いているのを気づくと、うん、まあある話じゃないですかうん、うん、ネットショップからメールが来るっていうのはしかし彼が気になったのは自分におすすめされた本のタイトル、うん、本は全部5冊、えー、あのおすすめされていてはい、はい タイトルは「死ストーキング死の拒絶死こそが私の本質自殺は選択肢の一つ」<い>っていう本が5冊おすすめされていたと。<laughs> うん、で、えー これおかしくねってことで、うん、このメールを隅々までチェックしたら、え一定のアルアルゴリズムに従ってプログラムが送信したものではなく、うん、Amazon の従業員が送信したものだという風うに分かったと。えー、選べるんですね。決められるもんね、うん。違うんですよ。だから、えっ、ー、と本来なら Amazon の AI みたいなので送るんだけど、ねね、自分が買ったものでとかでやるじゃないですか。うん、違うんですよ。これあのカスタマーサービスに苦情を言ってるんですよこの人。そうですよね でそれを腹立てたやつが、うん、この人のメールアドレスを知ってるからか、ねうん、個人情報を含めねもう全部分かってるわけだから、ねえー、この要は死の方に <laughs>、うん、持ってこうとしたっていうだから自分で選んでそこへ言われるかなんか貼り付けて送ったってことでしょで、うん、またですよ、うん、このパターン。 彼がこの事実に腹を立って、アマゾン側においおいふざけんなと、うん、どうなってんだこの野郎っうと進めてきてるぞと、もうマ、ん、<laughs> のあれはどうなってんだっていうことで知らせたところ、はい、謝罪のメールが来て、うん、お詫びとして五十ポンドが支払われた。<laughs> <laughs> えー、五十ポンドねだいたい六千とか七千ぐらいなんですよ。これで終わりな。 って思いません、ね、人のところに死のメールを送ってる従業員がいるのに <laughs>、うん、これってやばくねいって思いますよね、うん、これぐらい雑なんだよね、うん、まあこれがだから日本のアマゾンがそうなのかちょっと何とも言えないんだけど、うん、海外ではこういう事例が頻発しているっていうのは事実なんですよね。うん、アマゾンンってコメントもすごいじゃん、うん、その アマゾン側もやばいけどアマゾンを使ってる人のコメントみたいなのも結構辛辣なコメント出るじゃん、うん、レビューみたいなやつねレビューあ出る,出るあれも怖いっすよね結構怖いし、うん、あれもだから今もう中国の人たちがもう操っちゃってるから<て>そうなんあの、うん、何どうでもいい商品とか、うんうん、クソみたいなものでもうん 星いいっぱちゃうんですよ数でねうでけてそうお互いのショップみたいなのがあ,あるのよ中国系の人たちがでそのお互いのに星5をつけまくるから平均がめっちゃ上がっちゃうのよいい商品だとそうで結果アマゾンでいい商品として紹介されるから売れちゃう,う,うん、うん、でカスタマーサービスとかに言うともう、うん、あの最悪の対応 みたいなことが結構よくあるっていう、うん、日本のコメントが相当やばいらしいですよあそうっすか Amazon のなんかいろんな国のね、うん、えで投稿されたものの中で日本のコメントがもう著しくひどいっつって <laughs> 相当悪口悪意,悪意があって本も読んでねえのにむちゃくちゃ書いたりとか <laughs> 服も買ってないのにむちゃくちゃ書いたりとか <laughs> <ー>日本むっちゃやばいって言ってましたねまあ日本人は多分だからクレームうん 癖があるんでしょうね。ね<ー>おそらく。うん、ひいわ。そうなんです。結構ねやばいなと思いますけれども。うんうん、で、さっきちょっとねあのーうん、言ってた倉庫の話。あ倉庫倉庫はいはい。で結構これ怖いなっていうのがあって、うんあ。お願いします。2016年にアマゾンがある特許を出願したんですよ、うんで。その特許のタイトルっていうのが。うん 活発な職場において職員を移動させるシステムおよびその方法っていうタイトルなんですよ、うん、ちょっとよくわかんないですよねでどんな特許かってみると、うん、倉庫スタッフが一人入ることができる直方体の檻なんですよえね <laughs> はい。檻そう、うん、で、檻の底に車輪がついていて、うん、車のように運転するような感じはい わかります。ります動く檻ですよ。簡単に言うと。で昔で言う馬が奴隷引いてるみたいな。で、スタッフは檻に入ったまま倉庫内を自由に移動ができるっていう感じなんですよ。なんで、こんな奇妙なものを作ったんだというか。あの。大型のバスみたいなんでよくない?。ね、と、うん、特許を取る理由がよくわかんないなということなんですけども。うん、これは、えー、働くスタッフの安全性を考えた結果だそうで。うん 内って荷物のパッケージングとかで使うロボットアームが常にせわしなく動いてるんですってギガン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 ギガンガンみたいな感じでこうガガン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 みたいなで要はこの檻に入れときゃ事故に巻き込まれないで済むよねっていうことでこの特許出したんですって危ないんだそうか な環境の上、うん、この檻に <laughs> 入れて働かせときゃいいだろうっていうのって、うん、もうかなり人道的にまずいんじゃねえのねっていうことになって、うん、まあアマゾンもちょっとそれ言われたからなのか、うんえー、まあこれはまだ。 やってなない、うん、そうなんですけど昔の奴隷 <laughs> 制度がある頃の話なのかなって思って、ね、手,手をふんじばって連れてきてるいやすげえなと思って怖いねこの発想が怖いのよそのなんていうのもうロボットアーム側をどうにかするとかじゃなくて、うん、人間をまあなんか箱入れときゃ大丈夫じゃね、うん っていう感じに感覚が持ってるってことが怖い、ねうん、予想なんですけどアマゾンのトップってもう人工 AI だっけベなスだ <laughs> んだっけジェフ・ランとかだね確か自立してんじゃない怖いわ人工 AI 人間のこともうかすやと思ってるから <laughs> AI がトップ人間の上に立ってるから、ね、だからもう人形みたいなアイテムとしか見てないんじゃない、うん ジェフ・ベゾス,スっていう人なんですよもう AI はそい見てみ、顔。AI じゃん。AI なんだよど。AI じゃん。<laughs> んゃでも、世界でも有数の金持ちですからね。そうですけど、AI じゃん、その顔。なん <laughs> もないじゃん。いや、だから俺もうさ、これ全部、今日多分紹介したほ,ほぼ全部海外の話なんで、うんうん まあ日本はもうちょっとちゃんとやってる可能性ありますけどいそいつくすぐっても笑わないの絶対に <laughs> 怖,っ <laughs> 怖すぎるわそいつねで <laughs> 今後も拡大していく可能性が高いんですよアマゾンって忙しいということはお金が入ってるといですからね、うん、だからもっとなったとした場合、うん、今この状況ならどうなんのかなと思っちゃって恐ろしいだそういうい意味でちょっと あの怖かったんでえ紹介しましたけど別にねアマゾンをすごいこう批判したいわけじゃないんですけどたまたまアマゾンがいっぱいあったっていうだけではいでもなんか改善しないと劣悪な環境っていうのはどんどんこれはねい,いやそうっていうかさアマゾンはだから儲かってるわけでしょ、うん、言うなればも,っと、ね、もうちょっとやりようを考えたらいいんじゃないかなと思うけどね,、うん、とかねしててあげて、うん こんな再配達してるけど再配達してくれたおかげでお給料上がりますわみたいなねっ下着られてもかわいそうでしょうがないわいそうなのよ、うん、だまあいいね、はい、再配達しすぎてブチ切れるっつうのも分かるからな、うん、何時にいるって言ったのはお前だからねってっ思ってるはずよ <laughs> そうそういやそう、うん、逆の立場で考えたらやっぱ、ね、腹立つこといいあ山があるんだよ、うん、だからまあねえちょっとあんまり言えないんですけど配達員を悪くは。そうですね これでも余裕式問題だなと思って。ね、ほんまやわ。なんでちょっとええー、まあ使う側も使われる側もちょっと気をつけていただきたい,といす、うん。お茶出してあげよう今度。<laughs> 本当さ、うん、コーヒー一個でもね渡すと<ー>あのちなみに僕のそのええー、と友達、うん、あの社員の人、はい、あれですからねあのええーうん、お客さんが、うん、あの紙に。 文字を書いて手紙みたいなのを渡してくれてそれがきっかけで結婚してますからえええあれ言わないの先にえどういうことどういうことどういうことその配達員だったとその人がね長男と間配達するエリアがあるじゃない入り屋があ結構通っててそこででその女の人の方からいつもありがとうございます的な感じで手紙を添えてくれたみたいな感じでそっからきっかけで あれ,よあれよと結婚してましたからえすごくないそれおそんなこともあるんだと思ってねえーなんか一茂さんが言ってたポストマンみたいだね <laughs> めっちゃ前のいやほんとそうすごいなあと思ってそんなことあんだうんあるんだあるんだよへえ <ー S 2> だから意外とね <へー S 2> あの優しくするといいことあるかもよという、うん、そんなさすごい 奇跡的な出会いして結婚までしてる友達が近くにいるのにあなた何してんの <laughs> いやいや関係ない,いじゃんそれとこれとはに別にもっとちゃんとした方がいいそしたらい<や>そんな人がいるんだったらちゃんとするって関係ないじゃないそいつがどう出会うかなんかね奇跡信じていろいろやって <laughs>、うん、も彼女見つけた方がいいわいやいやすごい、うん、あの美しい話だなと思いましたよいやすごいけどね、うん いやいい逆だとちょっと気持ち悪くなっちゃうんだけどね。男が女性なんでしょ。そうそうそう、うん、やるとね。でも女の人から出す分にはなんか、美しい感じになるな。って男前多いしな。してる人あ、そう。めっちゃモテるっつった。写真集で出たじゃん。佐川男子とね。そう。うん、そうね。そうだ、配達員意外とモテるらしいよ。佐川男子、佐川女子もありましたよね。うん。うん、そう。っていうね。えー。 何の話だっけもうういいや<で> <laughs>、はいといやととこでございます、はいえー、ありがとうございました。ございました